アップは、ドイツの自動車メーカー、フォルクスワーゲンが製造、販売する A セグメントのハッチバック型乗用車。フォルクスワーゲングループに属するチェコのシュコダシティゴスペインのセアトミーは、リバジ社である。ここでは、シュコダシティゴスペインのセアトミーエレクトリックについても後ろで述べる。位置づけは、 フォルクスワーゲンフォックスの後継モデルとなるが、日本を含めて導入されていない国では、フォルクスワーゲンルポの後継モデルとなる。最終組み立ては、スロバキアのブラチスラバ工場。高い質感と大人4人が無理なく乗れる、室内スペースを確保した上で1万ユーロから購入できることを目指して開発された。ボディの67%に軽量化と光合成を。 両立させる熱間成形後半や超高張力後半を採用し、2ドア板で車重 900kg を実現しながら、ユーロンキャップで最高の5つ星となる高い安全性を実現している。発売開始時のドイツ本国価格は約9850から13700ユーロ。低価格実現のためパワーウィンドウはフロントのみで、スイッチは各 ドアごとの個別配置となっており、リアウィンドウは3ドアが固定の、はめ殺し、4ドアは、前側のヒンジを視点に開閉する方式で後端が、外側に数センチメートル浮き上がる程度である。またドアミラーは、手動格納式、給油キャップのロックにメインキーを必要とするなど、装備に割り切りが見られる。ボディサイズは、軽自動車規格より一回り、大きく、 日本車の1リットルコンパクトクラスよりやや小さい。ルポと比較して、全長の伸びは20ミリメートルに抑えられた一方で、ボディオスミへのタイヤ配置によって、ホイールベースは100ミリメートル、長い2420ミ、mm、リメートルと、室内空間の拡大が図られた。後部座席でもヘッドクリアランスを確保してあり、加湿容量は後席を完全に折りたたむことで、 通常の251リットルから最大951リットルまで拡大する。狭い道や駐車場での取り回しに大きな影響を与える。最小回転半径は全グレード4.6メートル。エコアップデザインテーマはシンプルクリーンでグリルレス風のフロントマスクを持つ。サイドガラスのグラフィックは3ドアと5ドアで異なり、ガラス加端のラインが5ドアはストレート3ドアは 高端で跳ね上がる。大きな黒いガラスを備えた、ハッチゲートはスマートフォンを模したとされている。2012年時点でのグレードは、テイクアップ、ムーブアップ、ハイアップ、ブラックアップ、ホワイトアップ、チアアップ、6種類に加えて、CNG とガソリンのバイフューエルで総容量72リットルとなる2個の CNG タンクとガソリン用の10リットルサブタンクを搭載する。 エコアップもラインナップされた。2013年にはフォルクスワー原発となる量産 EV として E アップの発売が決定した。エンジンは可動部品の精度を高めてバランスシャフトを排した1リットル直列3、気筒 DOHC12 バルブで 44kW と 55kW の2種類。CNG は 50kW。5速 MT では アイドリングストップや回生ブレーキなどで、さらに燃費を向上させた、ブルーモーションテクノロジーを採用したモデルも選べる。トランスミッションは5速 MT のほか、アップ専用に開発された ASG と呼ばれる、シングルクラッチを採用した AT モード付きの5速、AMT を設定する。同じにペダル AMT で DCT を採用し素早い、変速を可能とする。 DSG に対して 30kg 以下と軽量で MT のクラッチとギアボックス本体を使用できる ASG は低コストかつ高効率と言われる。ASG はクラッチに加えてギア選択も自動化したオートモード付きのセミ AT となるが変速時は MT と同じく1枚のクラッチで断続動作を行うため根本的にトルクコンバータ式 AT とは異なる。 クラッチペダルがないことで、放棄上は AT 扱いだが MT をベースとすることからトルコン式 AT と区別するため、一般的には DCT とともに2ペダル MT と呼ばれる。安全機構はこのクラスで初となる市街地走行用の緊急制度を目的とするシティエマージェンシーブレーキがオプションで設定される。これは同社の上級モデルフォルクスワーゲン CC に 搭載される技術で、高時速 30km で走行中に、フロントウィンドシールド上部の赤外線、レーザーセンサーにより、前方 10m までの車両や障害物を検知、状況により、自動で緊急ブレーキをかけて回避したり、衝突時の衝撃を軽減する、衝突被害軽減ブレーキの一種。その他、運転席、助手席、エアバッグ、頭部保護機能付きサイドエアバッグ。 全席三点式、シートベルト、フォースリミッター付けシートベルトテンショナー、ESP も装備する。丸は、日本販売モデル。2012年10月1日より販売が開始された。導入モデルは、ムーブアップの2ドアと4ドア、ハイアップの4ドアで、エンジンが 55kW の高出力仕様である。全車、平成27年度燃費基準プラス10%。を 達成するとともに、平成17年基準排出ガス75%低減レベル認定も取得している。ガソリンはハイオーク指定で、トランスミッションは5速 ASG のみ。欧州ではオプション設定となる市街地用緊急ブレーキシステムのシティエマージェンシーブレーキが全車に標準装備されている。カーナビは専用設計の欧州仕様とは異なり、 市販品ベースのポータブルカーナビをディーラーオプションで設定する。助手席を前方に倒して、長尺物を詰める機構は日本仕様には備えていない。2013年8月22日には、すでに海外で発売されていたブラックアップとホワイトアップがフォルクスワーゲン国内正規輸入60周年、記念限定モデルの第4弾として日本でも発売された。 二車種共通の特別装備として、クロームパッケージ、ダークティンテッドガラス、専用ファブリックシート、専用レザー3本、スポークステアリングホイール、専用ドアシルプレート、16インチタイヤ、専用デザインアルミホイールを装備。異なるのは、前席正面のカラーパネル、ダッシュパッドの色とフロントドアに装着した、専用デカールのデザインで、ダッシュパッドの色は、グレード名にちなみ、 前車はディープブラック、後車はピュアホワイトをそれぞれ採用する。また、ホワイトアップはこれまでエントリーモデルのムーブアップのみの設定だった2ドアも設定される。限定数は、ブラックアップは400台、ホワイトアップは2ドア200台、4ドア600台の計800台となる。2015年6月11日の一部改良により燃費が向上されたことで、 平成32年度年費基準を達成した。2019年の生産終了に伴い、2020年9月までに在庫分の販売をもって、日本国内での販売を終了。今後の日本市場における、アップの代替は既存の b セグメント社のポロがそのポジションを担うこととなった。アップの原型であるサンドアモデル、アップコンセプト2007年9月の フランクフルトモーターショーで発表。コンセプトでは RR とされたが、量産型は伝統的な FF 方式に変更された。その後も、アップシリーズの様々な派生モデルを相次いで発表している。シュコダシティゴは、フォルクスワーゲンが製造し、シュコダが販売する A セグメントのハッチバック型乗用車である。フォルクスワーゲン E アップのシュコダバージョンにあたる、シュコダシティ 5E4 セアトミーは、フォルクスワーゲンが製造し、セアトが販売する、A セグメントのハッチバック型乗用車である。フォルクスワーゲン E アップのセアトバージョンにあたるセアトミーエレクトリックが用意、されている。2014年型ガソリン仕様3ドアフロント2014年型ガソリン仕様、3ドアリア。ありがとうございます。